はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、データ分析についてです。データ分析で大切にしたい3つ、3つの心得ですね。これをご紹介、解説をしていきます。データ分析について一緒に考えていきましょう。 それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今日のテーマはデータ分析です。皆さんは普段お仕事でデータ分析をされる機会、どれぐらいあるでしょうか簡単なものでは、Excel や Google のスプレッドシートを使った表計算を使ってやる分析から、もしかしたら高度なデータサイエンティストの方が、高度な技術を使ったデータ分析をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。で今回、 皆さんと一緒に考えていきたいと思っているのは、データ分析で大切にしたいと思う3つの心得ですね、マインドセット、考え方になります。具体的なスキル、方法というよりも、そのベースになるような考え方、こういう心得を持ってデータ分析をする、向き合うといいよという話になりますで。内容の構成は先に3つご紹介をして、それぞれについて後から解説をしていきます。はい。データ分析で大切にしたいことは3つ、えー、何でしょうか 1>, 1つ目が3つの情報のレベルを意識する。2つ目がデータ分析の集計、結果で満足をしない。重要なのはその先である。3つ目が事実と意見を区別する。はい。で、心への1つ目、3つの情報レベルを意識するです。で、情報レベルとは何かなんですけれども、うん、と日本語で情報というと、実はいくつかのレイヤーに因数分解ができるんですね。つまり、3つのことを日本語では情報、 と表現できてしまうんですでこれを英語に直すとそれぞれ違った表現があるのでまず英語でどういう表現が全て日本語で情報になっているかというのを説明します順番にデータインフォメーションインテリジェンスなんですまずじゃあデータというのは何かというとこれは厳密に言うとまだ意味合いを持っていないもの一番こうデータとしてイメージしやすいのはローデータですね単に集められただけの状態です でちなみになんですけど、データの語源って何か皆さんご存知でしょうかデータの語源はラテン語のデアで、デアという意味は与えるです。つまりデータというのは与えられたものであって、このデータの状態ではまだその数字から何も言えないんです。で次がインフォメーションです。これが二つ目になりますで。インフォメーションは何かというと、データが集計されて、例えば数表やグラフになっている状態。これが、 インフォメーションになりますイメージで言うとデータが整理された使える状態になっているこれがインフォメーションになりますでデータがインフォメーションになって初めて分析とかその意味合いを解釈することができますで、うん、とビッグデータという言葉ご存知ですよねでビッグデータ、まあ、大きなデータに対してビッグインフォメーションとは言わないですよねでデータはビッグであってもよいつまり量は多くて いいんですけれども、インフォメーションはデータから整理されたものなので、多ければいいというわけではないんです。従って、ビッグインフォメーションという言葉がないように、多すぎるインフォメーションというのは、むしろマイナスになってしまうので、インフォメーションというのはデータからこう適切な量、こう情報量にしていくというのがポイントになります。はい。で、3つ目の情報というのは、インテリジェンスでしたで。インテリジェンスとは何か。 これは順番に言うと、まずデータが加工されインフォメーションになりましたよね。それを分析して評価をして、最終的にメッセージを統合することによって得られる情報、解釈、示唆、見解、こういったものがインテリジェンスです。ここまで来ると、データから単に集計して終わりではなくて、何を意味するのか、どういう例えば意思決定に役立つのか、アクションにつながるのかというものに繋がるのがこのインテリジェンスになります。はい、ここまで情報の3つのレベルを見てきました。 英語で言うと、データ、インフォメーション、インテリジェンスです。日本語ではこれらを一括りに、情報と表現できてしまうんだけれども、データ分析においては、自分は今何を扱っているのか、データをインフォメーションにしているのか、そして、インフォメーションで終わらずにインテリジェンスにしているか、というような意識づけ、これが大事です。で、最後の、データをちゃんとインフォメーションにして、インテリジェンスが生きているか、これが心への2につながっていきます。 デ、はい、ータ分析に大切にしたいコロエの2というのはデータの集計で満足せずに重要なのはその先と思うことですで。これはさっきのインフォメーションからインテリジェンスなんですね。でインフォメーションというのは何かだったかというとこれは分析をして集計加工をしてデータが整理された状態数表とかグラフなんですね。そこからそのグラフという情報からどんな意味合いをあなたのビジネスの文脈でどんな意味合いを持たせるか。 それがちゃんとビジネスに貢献するのか、アクションだとか意思決定につながる、しっかりと事業、商品、ブランド、そういったものの成長だとか、例えば問題解決につながっているかどうか、ここがインテリジェンスになって初めてできるんです。したがって、データ分析では、特に集計作業、分析作業だとか、うん、こう、 そういったデータ分析自体の狭い意味でのデータ分析が大変なものであるほどデータ分析が終わった段階つまりインフォメーションの段階でやり終えた感というのはすごく出ると思うんです。これはデータ分析者であれば誰もが経験することではあると思うんですね。ただそこから本当にその先が大事むしろデータを分析してインフォメーションの段階では山登りでいうと半分5合目なんです。しっかりと頂上に行くためにはいかにインテリジェンスに上げていけるかこれがすごく大事。 それがこの心得の2つ目。データ集計で満足しない。つまり、インフォメーションではなくて、しっかりとインテリジェンスまで出し切る。これが大切な心得の2つ目です。はい。では、3つ目の心得でした。何かというと、事実と意見を区別するです。これは、うん先ほどの心得の2つ目で、インテリジェンスまで行った後の話で、例えばアウトプットでレポートを作るとき、何かに、誰かに分析結果、 示唆見解を伝える時に注意することです。事実と意見を区別する。でデータからの事実というのとそこからの解釈である意見や考察というのはしっかりと分けて自分でも意識するそして何よりもレポートにおいてはしっかりと区別して書くように気をつけます。客観的な事実と意見や考察、見解、示唆というのは主観的なものも入るので事実と意見を分けて考えます。 で、データインフォメーション、インテリジェンスの3つでいうと、データやインフォメーションというのは事実です。でそこから、インテリジェンスに変えていくためには、主観的な、あなたのデータ分析者としてのうん力がまさに問われるのはここで、しっかりと意見を伝えるえ、どういうふうな解釈をしたか、何を考察したか、そしてどんな提案、提言をするか。こういう事実のもとにおいて、こういう根拠において、こういう見解、まあ、インテリジェンスに持っていっています。 というようよなな意識づけ区別これがすごく大事なんですで自分の中でもそうあるのと同時に読み手にとってもどこまでが事実でどこからがこの分析者がインテリジェンスとして主観ももちろん入るんですが意見を言っているのか提言してくれているのかというのが分かるように表現を変えておくこれもレポートにおける大事な心得になります。はい、というわけでそろそろクロージングです。今回はデータ分析で大切にしたい3つの心得を見,、えー、見ていきました。 いかがだったでしょうか最後に振り返りまとめとしてデータ分析者として大切にしたい3つのことをもう一度、えー、共有をします。1つ目、3つの情報レベルを意識するですね。データ、インフォメーション、インテリジェンス。これを意識しておきましょう。2つ目はデータ集計で満足しない。えつまりデータやインフォメーションではだけではなくて、その先のインテリジェンスまでしっかりとデータ分析者が責任を持って踏み込めるか、提言できるか。ここが大事なポイント2つ目です。 3つ目は事実と意見を区別する。自分の中でも区別をするのもそうですし、例えばレポートを書くとき、プレゼンテーションをするときには、どこまでが事実で、どこからがデータ分析者としての主観も入った意見や考察、提言、示唆なのか、それを区別して読み手、受け手にも分かるようにしておきましょう。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで、毎日配信をしています。 次回もぜひ聴いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなるので、まだの方、ぜひぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。